このチャンネルでは、主には哲学をはじめ、心理学と社会学など、人文科学系コンテンツを発信します。具体的な内容としては、人文科学系の書籍の内容、解説の動画が多いです。ですが、枠にとらわれず、いろんなことにチャレンジしていきたいと思います。それでは一緒に学んでいきましょう。哲学エヴァンジェリスト、高橋達史でした。